はい、ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。はい、ラブ神戸 TV の、新婚リポーターのさとみです。はい、今ですね、私はこちら神戸駅から徒歩5分ぐらいのところにございます、ベニーの豚さんに来ております。ね、紅の豚って呼んじゃいそうなんですけども、ベニーの豚と読むそうです。はい、ではこちら早速入ってみたいと思います。よいしょ。はーい、こんにちは。はい、では本日はですね、こちらの、はい、ベニタニさんに、ね、オーナーさんのベニタニさんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではちょっと中に入ってみましょうかね。はい、こちらカウンターのお席が何席ぐらいあるんですか、すべて。7から8ぐらいです。7から8ぐらい。ちょっとたまに増えたりするんです。はい、はい、その辺ちょっとね、振れ幅があるということで、はい、あ、今コメントが入りました。あ、これね、先ほどお伝えしなかったんですけれども、生中継なのでコメントが入ることがあるんですよ。はい、はい、でコメントが今ね、飛べない豚はただの豚だ、こんにちはっていうコメントが、これ紅の豚の話ですかね。はい、はい、コメントが入りました、ありがとうございます。はい、ではこちらの紅の豚さんなんですけれども、はい、どういったお店になるんですか。鉄板居酒屋、はい、鉄板焼きながら、鉄板料理をつまみながらお酒を飲んでもらうという感じ。はい、鉄板とね、お酒めっちゃ合いますからね。ビールが合うんじゃないですかね。ビールも合いますね。はい、ちなみによく飲まれる方ですか、紅谷さんは。そうですね、結構飲みますね。結構飲むんです、はい、営業中に皆さんと一緒にとか。あ、飲みます。あ、はい、そうですね。ベロベロに並んで、ベロベロになるといい感じで、はい、あ、そうなんですね。はい、あ、またコメントが入りました。くれないではなくベニなのねというコメントが入りました。はい、なぜベニなのでしょうか。僕の名前がベニタニっていうんですね。はい、その昔、一番上の文字を取ってベニで、豚っていうのは、まあ、ちょっと太ってますからね、はい、そこいじっていいとこやったんですかね。す言うか言わないかみたいなね、多分皆さんも今空気感あったんちゃうかなと思うんですけれども、はい、はい、なるほどね。ということはお料理の方は豚のお料理が多いんですか。そうですね、それがちょっとメインっぽいんですけどね。はい、ぽいんですね、はいはい、ちょっとフードメニューの方とか見てみましょうかね。はい、こちらに一部なんです、ね、あ、これが一部ということで、はい、はい、ちなみに人気のメニューってどんなのがありますか。玉ねぎ煮豚、はい、紅豚焼きとか。紅豚焼き、はい、ね、これも紅の豚焼きって呼んじゃいそうですけども、紅豚焼きということでね。はい、紅豚さん、あ、もしかして T シャツが赤いのはこれは衣装ですか。え、たまたまたまあれ、いつもは紅ではない。いや、いつも、はい、普通の T シャツ、和柄の T シャツを着てるだけなんで。あ、はい、なるほど、こう衣装やと思ってしまいます。全く違うということで、はい、ありがとうございます。ちなみにどういったお客さんが多いんですか。今はまだちょっと知り合いとかばっかしなんですけど、はい、ちょっと一元さんが来て。あ、はい、そうなんですね。はい、ね、オープンされてどれぐらいになるんでしたっけ。2月22日にオープンなんで、はい、1ヶ月は経ってません。あ、なるほど、ちょっとほやほやのお店でした、実はね。はい、後ろにもね、たくさんお祝いのものがございますけれども、はい、ね、実はあの紅谷さんは飲食店をされる前は 何屋さんされてたんですか。水道屋。水道屋さん、はい、はい、水道屋さんから、ね、飲食店の世界でということでね、はい、思い切りました。はい、今ね、結構見てくださってる方いらっしゃるんで、皆さんもね、ぜひぜひこちらベニの豚さんに来ていただきたいと思います。はい、では最後になるんですけれども、はい、はい、こちらの場所を説明していただけますか。どうですか。はい、南高さん、はい、港場神社の西側、はい、一方通行、婦人会館前ですか。はい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 、婦人会館前ですね。はい、はい、ということは大倉山駅とか神戸駅から徒歩、まあ、5分ぐらいで来れますかね。そうですね、はい、はい、ね、婦人会館でしたっけ、あれは婦人会館、今は前が婦人会館で、はい、はい、の、目の前になりますので、皆さんそちら目印に来ていただければと思います。はい、あ、なんかすごい視聴率増えてますね。何があったんでしょうかね。このスマイルがいいのかもしれないですね。はい、ちなみにちょっとこれも見てもらおうかな。はい、
じゃん。どうですか、そっくりですか、皆さん。はい、皆さん、はい、紅の豚、覚えてくださいね。はい、ではぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、まだちょっとコメントが来そうなので、ちょっと待ってみましょうかね。ゆうすけサンタマリアさんが入力中って書いてある。ゆうすけサンタマリアさん、何駅っていう質問が、はい、神戸の、神戸の、JR 神戸駅、もしくは、神戸市営地下鉄の大倉山駅が近くなります。ゆうすけサンタマリアさん。ご本人だと面白いですね。ぜひぜひ。はい。プスマか何かですかね。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、紅谷さんありがとうございました。